欧州連合の機構では、欧州連合の運営を担う主要の7つの機構について解説する。欧州連合条約の第13条ではこの7つの機構について、欧州議会、欧州理事会、理事会、欧州委員会、欧州連合司法裁判所、欧州中央銀行、会計監査員の順で列挙している。欧州連合の歴史も参照欧州連合の 初期間は1952年の欧州石炭、鉄鋼共同体の発足とともに設置されたものである。その後、特に欧州議会の権能が強化されて、理事会との権限の均衡が図られるようになっていった。欧州委員会は、両者の仲介に当たったり、あるいは一方に協力したりするなどの役割を果たして、きている。しかしながら、欧州委員会は、 欧州議会に対する説明責任がより求められるようになっており、1999年のサンテール委員会の総辞職や2004年のバローゾ委員会人事案の再行といった事例も見られるようになっている。条約や合意などによる全身的な変更を加えながら初期間は成長を重ねてきたということは一つの明確な マスタープランを持たない欧州連合の機構の進展を示す調査となっている。これについて、ワシントンポストのトムレードなど一部からは、誰も欧州連合のような複雑で面倒な運営体制をわざわざ作ることはなかっただろうと評されている。その後も、従来の基本条約と置き換えられることが起とされていた、もののフランスとオランダでの国民投票で否決された欧州憲法条約や、 その代替となったリスボン条約では初期間の規定に変更が加えられた欧州連合の機関が設置され始めたのは1950年代のことで終ン宣言をもとに6カ国の間で創設された欧州石炭鉄鋼共同体の発足によるものである欧州石炭鉄鋼共同体は軍需品ともなる石炭及び鉄鋼市場を超国家的機関の管理下に置き平和と 経済成長を目指すことが目的とされた。共同体の中核となるのは、最高機関と呼ばれる、執行機関で、共同体に関して、超国家的な権限を有していた。最高機関が策定した法令は、司法裁判所によって司さどられ、司法裁判所はそれらの法令を守り、また仲介に当たっていた。また、 設立条約の協議では最高機関の権限と均衡を図るための二つの監督機関が盛り込まれることが提案された。その一つがジャンモネが提案した監視者、おもし役として機能することや民主的正当性を与えることが目論まれた共同総会であり、共同総会は78名の加盟国の議員で構成された。もう一つが小規模の加盟国が提唱した理事会であり、 これは政府間主義的な要素を加え、加盟国の政策と最高機関の政策との調整を行う機能が起とされた。1957年に署名された2つのローマ条約によって、共同市場の創設を目指す欧州経済、共同体と原子力エネルギーでの協力を促進する欧州原子力共同体が設立された。3つの共同体は、 司法裁判所と議会を共有していたが、理事会と最高機関は個別のものを有しており、特に欧州経済共同体と欧州原子力共同体の執行機関は委員会という名称が与えられていた。このように機関が共有されなかったのは委員会と理事会の関係が欧州石炭鉄鋼共同体と他のに共同体とで異なっていたためである。当時のフランス政府は 共同体の超国家的な性格に対して警戒感を持っており、新設される二つの共同体においては、執行機関の権限を抑え、理事会の監督機能を強化したいと考えていた。三つの共同体は1967年に合併条約によって初期間が統合され、いわゆる欧州諸友同体と呼ばれる体制となった、欧州石炭鉄鋼共同体と欧州、 原子力共同体の各機関はそれぞれ欧州経済共同体の機関に継承されており、例えば現在の欧州委員会は欧州経済共同体の委員会を直接の期限としている。また二つのローマ条約では共同総会は直接選挙されることが想定されていたが実際には理事会での選挙制度の策定が遅れ、選挙が行われるようになったのは1979年の ことであった。選挙が実施されるようになってからの欧州議会は、その後の基本条約によってその権限が拡大していった。ただ一方で、欧州連合条約では、政府間主義を原則とする日本の柱の分野に関して理事会により大きな権限を与えていた。2009年に発行したリスボン条約では、予算を含む、ほぼ全ての政策分野での決定過程で、 共同決定手続きが適用されることになり、これによって欧州議会の権限がさらに強化された。この他に共通外交安全保障政策上級代表は欧州委員会の対外関係担当委員と統合されて欧州委員会の委員も兼ねる欧州連合外務安全保障政策上級代表となった欧州委員会委員長の指名ついても 直近の欧州議会議員選挙の結果を考慮することが求められている。さらに、理事会においては、条件付き多数決の適用範囲が拡大され、また、欧州理事会が常任の議長を持つ基本条約上の正式な機関となった。また、欧州諸共同体司法裁判所が欧州連合司法裁判所に解消されたり、欧州中央銀行が基本条約上の正式な機関となった。 欧州連合における政策の執行と決定に関する権限は3つの機関に分配されている。理事会は加盟国政府を、欧州議会は市民を、欧州委員会はヨーロッパの利益をそれぞれ代表するものとなっている。まず理事会、欧州議会などの機関は欧州委員会に対して法案の作成を求める。これを受けて欧州委員会は法案を起草し欧州議会と 理事会に提出する。この時、法案の成立には、ほとんどの場合において、両者の承認を得なければならない。法案が可決されて、両機関の議長が署名すれば、法律として成立する。欧州委員会は、欧州連合の日常の業務において成立した、法律が執行されることを確保し、法律が遵守されない場合には、司法裁判所で訴えを起こす義務を負っている。詳細は、 欧州議会を参照欧州議会は欧州連合において唯一直接選挙される機関である。欧州議会は理事会とともに立法及び予算に関する権限を有している。2009年7月以降議長を務めているのは欧州人民党所属の家ブザクである。736人の議員は5年ごとに普通選挙で改選され政治志向によって会派が結成される。 議員はおよそ5億人の市民を代表し、欧州連合の機関の中では、ただ一つ直接選挙されている。欧州議会は理事会と共に両院制を形成しているものの、一部の重要分野においては理事会と比べて権限が弱く、また法案策定の主導権を有していない。しかしながら欧州議会は理事会には与えられていない欧州委員会に対する権限を有している。 そのため、欧州議会の民主的性質や権限から、世界で最も強力な立法機関の一つである、されている。詳細は、欧州理事会を参照欧州理事会は加盟国の国家元首や政府の長で構成され、欧州連合の政治的指針を定める。欧州理事会は加盟国の国家元首、または政府の長で構成される。欧州理事会は年4回の会合で、 欧州連合の政治指針を定め、統合を推進している。このため、欧州理事会は、欧州連合の最高意思決定機関に位置づけられている。2009年12月から、ヘルマン・ファンドンパウが務める議長は会合の進行を行い、欧州理事会の業務を進める役割を担っている。詳細は、欧州連合理事会を、参照理事会は、立法権を有しており、 欧州連合の主要な政策決定機関である。議長役は6ヶ月ごとに各加盟国が臨番制で務めているが、連続3期の議長国は共通の計画を策定して協力している。理事会はそれぞれの加盟国の閣僚一人ずつ、計27人で構成されている。ただし、理事会は扱う分野によって様々な形態で、その会合を開いている。 例えば農業についての議論を行う場合には、理事会は各国の農業担当閣僚で構成される。各国の閣僚はそれぞれの政府を代表し、またそれぞれの国の政治制度に対して責任を持つ。採決は多数決または全会一致で行われ、多数決の場合には人口によってそれぞれの国の持ち票が割り当てられている。理事会は立法や予算について、 欧州議会と権限を共有しており、また共通外交、安全保障政策を主導している。詳細は、欧州委員会を参照欧州委員会は、欧州連合の政策執行を担う。欧州委員会は、各加盟国から一人ずつが任命されており、計27人で構成されているが、それぞれの委員は加盟国の利益から独立した立した立場で、あることと定められている。欧州委員会は、 すべての法律案を起草する義務を負い、法案提出権を独占している。また欧州連合の日常業務を担い、基本条約の守護者として、法令や基本条約を支えることを使命としている。欧州委員会を率いるのは、欧州理事会が指名し、欧州議会が承認した委員長である。委員長は、残りの委員を加盟国政府の協力を受けて指名し、 それぞれの担当政策を割り当てる。欧州理事会は指名された委員人事案を採択するが、その採択にあたっては、全会一致ではなく条件付き多数決が行われる。欧州議会は、それぞれの委員候補に対して、聴聞を行うが、承認の是非は個別の委員候補に対するものではなく、委員会全体に対して行う。欧州議会の承認が得られれば新委員会が発足する。 2004年11月からは、ジョゼマヌエル・バローゾが務め、2010年2月には、第2次、バローゾ委員会が発足した。詳細は、欧州中央銀行を参照欧州中央、銀行欧州中央銀行は、ユーロ圏における、中央銀行で、金融政策の実施によって、物価安定に努めている。またすべての欧州連合加盟国の中央銀行で構成される。 欧州中央銀行制度の中核を担っている。欧州中央銀行は各加盟国の中央銀行総裁で構成される役員会と欧州中央銀行の総裁によって運営されており2003年からはジャンクロード・トリシェが総裁を務めている。詳細は欧州連合司法裁判所を参照欧州連合司法裁判所は欧州連合における 司法府であり、欧州連合の法令や基本条約を解釈し、適用することを使命とする。欧州連合司法裁判所は、欧州司法裁判所、第一審裁判所、公務員裁判所からなる。詳細は、欧州会計監査員を参照ン,ンブルクにある、会計監査員の建物欧州会計監査員には、法的権限が与えられていない。ところが、欧州会計監査員は、 納税者から集められた欧州連合の資金が正しく使われていることの確保を使命としている。会計監査員は毎予算年度の監査報告書を理事会と欧州議会に提出している。欧州議会はこの報告書をもとに欧州委員会の予算執行を承認するかどうかを決めている。また会計監査員は予算案や関連法案、また不正対策に関して 意見や提案を述べることがある。会計監査員は1975年に欧州連合における不正対策のために独立した機関として設置された。会計監査員は理事会において各加盟国から一人ずつの委員が任期6年で任命されている。また3年ごとに委員の中から委員長を選出している。詳細は欧州連合の立法手続きを 参照を州連合の法令の形態には複数のものがある。最も強力なものが規則であり、加盟国内において直接的な効力を持つ。指令は達成するべき目標について加盟国を拘束する。加盟国は目標の達成のためにそれぞれで独自の法令を定めるため、その方法については裁量が与えられている。決定は特定の個人や団体に対して直接的に、 効力力をを発するるまたたた勧告や意見といいったものがあるがあこれらは拘束力を持たない通常立法手続きはほぼすべての政策分野において適用され欧州議会と理事会の両者を対等としている通常立法手続きでは欧州委員会は欧州議会と理事会に法案を提出する欧州議会は理事会に対して修正案を送ることができ理事会は その修正案を採択するか、あるいは共通の立場を送り返す。欧州議会は共通の立場を承認するか、あるいはさらに修正を加えた案を提示することになる。理事会が修正案を承認しない場合には、調停委員会が設置される。調停委員会は、理事会と欧州議会それぞれの同人数の代表者で構成され、妥協を模索する。双方が合意すれば、 その妥協案の可決には欧州議会の絶対過半数の賛成が必要となる。重要分野では特別な手続きが適用され、欧州議会の権限が制限される。欧州連合の機関は、スイス政府に類似している欧州連合の運営体制はもっぱら独特なものであるが、細部では他の事例と対象することができる。権限の配分についての一般的な観点として欧州連合は、 ドイツの連邦制に似ているというものがある。ドイツの連邦制では、連邦が行使していない状況で、連邦州が権限を行使するなど、連邦と連邦州との間において権限は大部分が共有されており、また、連邦規模での意思決定に際しても、連邦州が強く関わっている。このようなドイツの連邦制は、連邦と州との権限が明確に分断され、また、連邦の意思決定に際して、 州の関与があまりないようなアメリカ合衆国など他の国における連邦制度は一線を隠している。また欧州連合の機構は直接的に模倣したわけではないがスイスの政治機構と多くの類似点を持っている。スイスのコンセンサス型制度は言語や宗派でもって分断された国家をうまくつなげているものと評価される。欧州委員会と連邦参事会の類似する点として両者は すべての加盟国、言語地域から構成員が任命されている。連邦三次会の議長は1年ごとに3次の間で持ち回りとなっているが、欧州連合では理事会の議長国が同様の方式をとっており、半年ごとに加盟国の間で持ち回りとなっている。このような大統領制をとっているために、スイスの指導者は比較的知られておらず、また国政も高度で、 官僚的なものと捉えられ、結果として投票率の低迷につながっているが、これは欧州連合でも同様の傾向が見られる。さらに、スイスと欧州連合の間での類似点として、州、加盟国の権限の確保、複数の言語への翻訳、首都、本拠地を最大都市に置かないことなどが挙げられる。欧州議会はアメリカ合衆国会員と類似している欧州連合における、 執行の権限は単一の機関に集中していない。これはリスボン条約でより明確なものとなり、同条約では欧州理事会を常任の議長を有する一つの機関として位置づけている。このような配置は大統領と首相が並ぶフランスの総統体制に類似している。ところがフランスの事例とは違って欧州理事会議長には欧州委員会委員長の直接の任命や 欧州議会の解散などの権限が法令において定められていない。そのため、欧州理事会議長には権威があるものの権限がなく、逆に欧州委員会委員長には権限があっても権威がない。欧州議会の性格は加盟国の議会よりもアメリカ合衆国の会に類似しており、特に委員会の規模や権限が大きい点、政党が極めて分散化されている点。 執行機関とは分離している点などが挙げられる。他の議会と比較して、欧州議会で大きく異なっているのは、立法における主導権がないことである。ただし、ほとんどの議会において、執行機関の指示を受けない立法があまり成功しないということを考えれば、この相違点を取り上げる価値があるかは疑問視される。同様に、欧州議会による、 法案の修正がなされる割合が平均で80%、意見が分かれるような案件で30%に上るという点を見ると、この率は国内の議会と比べると極めて高いものであり。このことは欧州議会の独立性と権威性を示すものである。理事会とドイツの連邦参議院は共に加盟国、連邦州政府の代表者で構成されている。理事会の構成は、 ドイツの上院に相当する連邦参議院に極めて類似している。連邦参議院の議員は連邦州政府の代表者であり、その交代も州政府が決定するもので、この点は欧州連合の理事会にも共通する。連邦参議院の議員は連邦州における役職も兼務し、連邦州政府が交代させたり、あるいは連邦州における役職を退任したりすれば、 連邦参議院議員も辞職することになる。そのため議員は同時に選任されるということはなく、また多くの議会のような解散もない。議員は個人としてではなく、連邦州政府を代表する立場として、採決においては、それぞれの連邦州政府の意向に沿うように行動する。各連邦州は、それぞれの人口によって、持ち票数が異なっており、意思決定においては、絶対過半数を要する。 また欧州連合の理事会の議長国が半年ごとに持ち回るのと同様に連邦参議院では連邦州の首相が1年ごとに持ち回っている。ただ欧州連合の理事会と異なるのは連邦参議院では議論の分野ごとに構成委員が変わるということがない。詳細は欧州連合の機関の所在地を参照欧州連合の機関は単一の都市に集められておらずブリュッセル ルクセンブルク、ストラスブールの3つの都市に分散している。このような配置は1992年に取り決められ、アムステルダム条約において、基本条約の付属議定書として盛り込まれた。この議定書では、欧州委員会と理事会はブリュッセルに、欧州連合司法裁判所はルクセンブルクに、欧州議会はストラスブールに置くことが謳われている。ただし、 欧州委員会の一部の部局の所在地や理事会の開催地はルクセンブルク。欧州議会の委員会や一部の会議の開催地はブリュッセル。欧州議会の事務局の所在地はルクセンブルクとなっている。また、欧州中央銀行の本店はフランクフルトアムマインに置くこととされている。欧州理事会はブリュッセルに拠点を置いているが、非公式会合はブリュッセル以外で開かれることがある。 ブリュッセルは主要機関が置かれていることから欧州連合の中心地となってきた。北、大西洋条約機構の本部もあることから、ブリュッセルにはワシントン DC よりも多くの報道記者や大使が集まっている。ところが3つの都市に配置する取り決めは批判の対象となってきており、中でも欧州議会については複数の都市を多くの人が移動するということが議論となっている。 欧州緑の党による試算では、期間が分散されていることで1年にあたり2億ユーロ、2268トンの二酸化炭素が無駄になっていると指摘されている。主要期間が集まっていることから、欧州議会をブリュッセルにまとめるべきであるという考え方に支持が集まる一方で、ヨーロッパの統合という歴史的重要性の観点から、欧州議会をストラスブールに残すべきであるという主張も出されている。 欧州連合には上記以外にも複数の組織や専門機関が設置されている。特定の案件について上記の機関が諮問しなければならないとされる二つの組織がある。一つが主に労使関係に関わる経済社会政策について意見を表明する経済社会評議会で様々な業界や職種の代表者で構成される。350人の議員は任期が5年で、 理事会の指名を受けているが、使用者、労働者、両者以外の利害関係を持つ者を代表する3つの、陽動なグループに分かれている。もう一つは、地域委員会で、選挙で選出された、地域、地方政府の代表者で構成される。政治会派で分かれている350人の議員は、理事会によって5年ごとに指名されている。欧州投資銀行は、開発や統合に寄与するような長期融資を、 行っている。欧州委員会や理事会の下には多くの専門機関や外局が設置されている。これらの組織は法令や基本条約で設置されているもので特定の問題や分野を取り扱っており欧州環境機関や欧州刑事警察機構などがある。また複数の機関にまたがるような3つの組織があり最古のものである欧州連合出版局は 欧州連合の機関が作成した公式文書の印刷、発行を行っている。また、欧州人事選考局は、欧州連合の機関における人事投与を担い、欧州職員研修所は、欧州連合の機関に従事する職員の訓練を行っている。これらの他にも欧州連合の金銭的利害を守ることを使命とする、欧州不正対策局、欧州議会の任命を受けて、 欧州連合の機関に対する市民の苦情を扱う、任期5年の欧州オンブズマン、欧州連合の機関がデータ処理に関して市民のプライバシー権を尊重することを確保する欧州データ保護監視官局がある。出典、ありがとうございます。